魂です。はい、瀬尾です。勝ちだぜ。お願いします。はい、さあ今回はですね、藤丸神谷本店でございます。というわけで、うん、だいぶ初期にね、一度、上げさせていただいて行きましたね。2回目ということですけども、うん、赤羽駅からね、徒歩20分、うん、南北線下駅からだと10分で歩けるよということで、うん、はいはい、実はね、かつてはラーメン二郎赤羽店としてね、看板を掲げてたんですけども、赤羽駅前にあった赤二郎赤羽店とは別の赤羽店だったんですよ。へえ。で、王子の近くなので王二郎というニックネームがついていたこともある。なるほどね、昔話です。昔話、昔話で、ここでちょっとね、まとめてみたんで見てくださいこちらね、はい、まず最初に91年にですね、うん、赤羽店がオープンします。お、1991年ですね、うん、そして2001年に独立して、うん、丸次郎というのになったんですけど、うん、その後丸次、藤丸の順にこう店名が変わっていくんですよ、うん、どん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 、うん、で、その後ですね、2012年にラーメン次郎松戸店の店長が赤羽駅前に新しくラーメン二郎赤羽店をオープンしたんです、うんうん、でこの時点ではもう赤羽は1個しかなかったんだね。なるほど。で2017年にその駅前の方の二郎はね、閉店しちゃったんです。ということでね、長かったな、長かった。食券を見ていきますか。やっぱ長いましょう。今回ね、藤丸ラーメン国産豚麺2種類ありますけども、うん、よーく見てくださいこちらの、うん、ですね、まあコールの対象はちょい野菜、油、ニンニクのみでございまして、うんうん、で、その他にですね、もう下にこう書いてありますけども、追加トッピングとして、こう野菜増し、豚カス入り油がそれぞれ60円、30円で、うんうん、買えるので、増やしたい人は有料ですということになっております。昔は無料だったんですね。はい、あ、確かに。そう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 。で、麺量を減らした方はですね、特別に、生卵、野菜、豚カス油、どれかがサービスになる。生卵あっちい。生卵あっちいですね。まあ、減らした場合のみですけど。というわけで、着問、今回はこちら、国産豚麺の、豚カス油に野菜増しにニンニクダブルの辛めダブルということでね、豚カス油はね、いわゆる油よりもちょっと肉感があって、うん、ちょっとこうプラスして豚足したみたいなお得な一品となっておりますということで、うん、うわうまそう豚。いや、やっぱね、この時間のね、うん、この時間のねっつってもわかんないけども、いや本当だよ本当だ、ね、0時に撮ってますけども、はい、前よりも甘さはちょっと控えめになったんですけど、まだまだ暴力豚ということでね、うん、食べさせていただいておりますね。でこちらのね、早速の野菜ですけども、うん、藤丸の野菜といえば、はい、あれですよ、クタクタ野菜というか、そうなんですね、多分全二郎系の中で最もクタなんじゃないかっていうね、うん、あ、そうね、いや、これ食べてきたらそうねって結構いくんすもんね。あ、そうっすか。あ、そうなん、いや、そうね、そうね、まあね、うん、で豚の2枚目をね、食べていきますけども、見てください、これ、はい、オーストラリアじゃん。あ、思いました、違います、オーストラリアじゃん、こちらです。どっち、愛知か。あるいはね、あるいは2点かい、あるいはこっち、あ、どこだ、これね、これサウスカロライナ州です。これね、ちょっと似てましたね、本当に、ごめんなさいね、ちょっとかぶっちゃって。いや、いい振り、いい振りでしたよ、いい振りでした、オーストラリア、ね、そうなるか。まあまあまあ、藤丸のね、豚、ぶつ切りにした豚、放り込みました感がすごくいいですよね、うんうん、適当にこうゴンって入れてきた感じが、食えよって感じがいいですよね、すごくね、うん、さあその下に隠れている麺をね、引き出していきちゃうよっていうことでね、うーわうーわ、最近よくね、私はこうやって天地返しをしていきますけども、はい、うーわー、すごいなこれね、もうラーメンであることを忘れてしまいそうなくらいね、藤丸って料理ですよね、まさにね、もう二郎でもなく、うん、一郎でもない、藤丸としての、最初はね、ヨシグマってお店だったらしいですから、もうラーメン二郎、ヨシグマという、だから二郎の中でも異質なタイプだったようですね、2階の製麺所がありまして、そこでね、全部の麺を売ってるみたいです、はい、送ってるんですね、全店舗に。で、ニンニクがね、増してくれるんですよ、本当に藤丸は、うん、うおしょーということで、どんどんこれかけていきますけども、でっけえボールみたいなお皿に大量にニンニクが刻んで置いてあるんですよ、そっからもうバサッて入れてくれるから気持ちいいです、見てて。いくらのごとく、いくらのごとく、その北海道的に言うと、ね、北海道的に言うと、でマシマシはまあ無料なんですけどもね、うん、そこまで持っていただいているニンニク、まあ、可能ならこう数まで全部食べましょうということで、うん、私は食べていきますけども、でそのスープですね、うおー、作っていっ
って飲むのかな、うんだね。まああの藤丸はね、あのみりん風調味料の量が、うん、普通の店の2倍から3倍と言われてるんで、うん、あの醤油に合わせてね非常に甘みが強い、うん、やっぱり一杯になるんですね、うん、という情報も入れつつ豚カス油に行ってまいりましょう。これ油というかもうマジで豚だよね、そうな、うん、なんかもういっぱいのそぼろのような感じで、肉は肉、いやこれあ藤丸行ってないんだっけ、瀬尾さんは行ってない、行ってないんだ、ちょっと行ってください本当に、ね、いやそうね、これね甘み逆にしょっぱくてめちゃくちゃうまいんですよね、これまあ、卓上に返しなんかあるんですけど、うん、入れなくていいです、なるほどね、この油でちょうどよくなると、そう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 、十分十分、ただねごまは入れていくということで、はい、ただこのごまがね、はい、ちょっとやはり長年の愛され瓶なんで、いやもうそれは分かんないんで、ね、出ないんですよねなかなか、愛され瓶でも愛され瓶なんですよ、そんな詰まってることないよ、G じゃん、 G だ、 G だ、 G だ、はい、G です、 G です、あんま飲食店で G 出しちゃダメよ。いやまあまあまあ G です、ガイドはブラックペッパーだけどね、あどの G なのかが分かんないけども、まあそうか、うん、ブラックペッパーです、はい、でねごまの風味もう少し味変したかったですけども、うん、あのブラックペッパーで美味しいですよということでございますね、まだありますよね、店内にもビーズ流れ始めてるもん、ここで、さまよえる油の弾丸なんてこと言っちゃってますけど、なんだっけ、何でしょうだっけ、あ、いや、ビーズです、さまよえる青い弾丸ですね、青い弾丸か、弾丸ですね、カロリーのオーシャンとかね、野生のエナジーとか言ってますけどもね、なんかちょっとチョイスがな、え微妙ってのはあれメジャーではないんだよ、ビーズの中で、いやいや各年代から持ってきましたけども、でコップがなんとステンレス製ということでね、いって冷たいんすよ本当に、で最終的にこれキーンと冷えたものいきまして、で一気に飲んでからこのファイナル豚を持ち上げていくんですね、ファイナル豚外側に取ってるんでいつも高画質ですけどもね、以前の国産豚麺よりちょっとね食べやすくなってるんですよね、もっとゴワゴワとね粗い豚だったんだけども、非常に食べやすく作っていただいてますということでね、一気に国産でございましたでございます、ね、あーもう全ステータスが90超えてるぜ、すごい、あ、すごい、すげえ、いや、これ前取ったやつの上回ってきましたからね、いやそうね、やばいね、これはやっぱ藤丸は、藤丸すごい、まあ、全部僕のさじ加減で90以上入れてます、ね、いやまあそうよ、でもこんだけいろんなお店食って90超えてるってことはまあ森はすごいってことです、なるほどね、はい、豚力97あります、あ、見てた、見ました、あ、そうなの、そういうことなんです、かなり高度国産豚麺、ただ本当に食べられる人は今の国産豚麺の麺をさらに増すから、あ、本当の大食いの人はもうすごい、いやもうそこまでは本当に領域がちょっと違う世界なんでこれが僕の結構限界ですけども、はい、じゃあもうそれ以上出ないじゃん、え、あ、いやいやいや、94.2 以上出ないじゃんこの動画で、え、どう、ま、どうしよう、ね、いやいやいや、まだその限界を決めちゃいけないから ねオリンピック的に言うと限界を決めちゃいけない、オリンピック的に言うと限界を決めちゃいけない、これから分かっていきましょうね、そうですね、ということでね、行ってまいりました神谷本店さん、大変美味しかったでございます、ごっつんです、でーラビー、you